悪感情渦巻く悲劇こそ我が輩にとっては甘美なる喜劇である。このそば。頼もう。いらっしゃ。なんだヘッポコ女神か。お帰りはあちらだ。帰るわけないでしょ、こっちはお客様よ。というかあんたんとこの商品は一体どうなってるのかしら。うちの商品に何か不具合でもあったでしょうか。このオイル不良品よ。滑りが良くなるって言うから買ったのに、いざ使ってみたらただの水じゃない。おかげで自作用用の油が切れてカラカラ不快な音がするんですけど。え？ふん、使用前にうっかり触れて水に浄化しただけであろう。何せその油はこの我が輩が吟味して仕入れたものであるからな。ほーん、それなら私が浄化しちゃっても仕方がないわよね。悪魔臭い油を使うなんてできないもの、私女神ですから。自分の不注意を棚に上げておいて何を偉そうに言うのだ、このクレーマー女神め。さっさとお帰り願おうか。いやよ、このまま帰ってたまるもんですか。新しい宴会芸のためにヨーヨーの滑りを良くする油が必要なんだから。ヨーヨー、アクア様、そういった事情でしたらいい商品がありますよ。いい商品だと？汝はまた我が輩に黙って勝手に仕入れたのか。怒らないでください、アクア様も満足してくれますから。一応聞くだけ聞いてみようかしら。おすすめ商品というのはこれです。え、オイルじゃなくてヨーヨーの本体？見た目はただのヨーヨーですが、なんと初心者でも簡単に神業を連発できるという優れものなんです。はあ？ふっざけんじゃないわよ。アクア様、宴会を盛り上げられるのにどうして。いい？芸は誰かに与えられるものじゃなく自分で掴むものなの。こんなの邪道よ、芸人に対するひどい侮辱だわ。そうなんですか。時に店主よ、説明書はあるか。はい、こちらに。どれ。ほう、何でもいいけど私は買いませんからね。まあそう言わず一度使ってみてはどうだ。決して後悔はさせん。それに試すだけならタダであるぞ。まったくしつこい悪魔ね、私は絶対に使わないわよ。それにタダより高いものはないって日頃カズマさんに怒られて。今ならお試しの御礼としてシュワシュワによく合うおつまみセットがついてくる。いい？試すだけだからね。あら、手に持った感じはなかなかしっくりくるじゃないの。そうでしょう、そうでしょう。ここではなんですから、ぜひ外で試してみてください。このスマ。やっほった。ほう、なかなかいい感じじゃない。よった。次の技はリザードランナーの散歩よ。すごいです、まるでヨーヨーが生き物みたいに。さすがはこの町で名を馳せる宴会芸の女神、次なる大技はいかに。芸は壊れて見せるものじゃないし、陰険悪魔に見せるのは尺だけど。いいわ、なんだか気分もいいしね。それ、ほらほら、どう、女神の美儀に恐れをののきなさ。大丈夫ですか、アクア様。あれ、おかしいわね、なんだかウィズが何人もいるように見えるわ。それに頭がガンガン痛くなってきて。私知ってるわ、これは。そう、二日酔いである。そのヨーヨーは使えば使うほどシュワシュワを飲んだ時のようにふわふわする効果があるのだ。ちょっとウィズ、あんたまたそんな欠陥商品を売りつけるつもりだったの？欠陥だなんて、
気分が高まれば技を極めやすくなるという素晴らしい発想の魔道具なんです。ただアクア様の上達ぶりが想定外だったと申しますか。そんなこと言って、気持ち悪くなってきた。はく、うっ、クレーマー女神のこのような姿を拝めるとは、ポンコツ天使の仕入れもたまには役に立つものだ。これに懲りたならば、商品へのクレームは自粛していただくが吉。この巣は、このポンコツ天使が、痩せる代わりに歯が抜ける薬など誰が飲むというのだ。余計な仕入れで我が輩が作った土産も全てパーではないか。ですがお店に立っていると棚が寂しく感じてしまって、どうしても新商品が欲しく。自分ではなく店の棚が悪いというのか。だったら何時はしばらくの間店頭に立つのを禁止する。私が立たなければ誰が立つんですか。それは自分で考えろ。とにかく自分で立つのは禁止だ。後任を考えておけ。我が名はメグミン。爆裂魔法の使い手にして見せ番をする者。バニルさん、お帰りなさい。なぜこの爆裂娘なのだ。他にいい人選があったであろう。そうですか。アクア様よりは適任かと思って。貧困女神は論外だ。だがそれが爆裂娘であっても多少の違いに過ぎぬ。見通すまでもなく問題が起きそうではないか。こんにちは。スキルポーションが欲しいんだけど。よくぞ参られた。お客様、スキルポーションはこちらです。そして今ならまとめ買いで約半額ですよ。半額？それはすごい。ただしスキルポーションを使って覚えてもらうのは爆裂魔法に限らせていただこう。え、爆裂魔法？そんなネタ魔法別に覚えたくな。だったらお帰り願おうか。爆裂魔法の魅力がわからない客はこちらから願い下げです。願い下げは何時の方だ。普通の接客ができるものに交代しろ。え、まだ店番はこれからで。チェンジ、チェンジ。この商品は倉庫に運んでおけばいいんだな。任せてくれ。頼もしいな。このまま一生店番を頼みたいくらいだ。一生？そんな、私のお店なのに。なればこそだ。このまま店が潰れるより店番を雇った方が経営もうまくいくと思わぬか。思いません。バニルさんはまだ分かっていないんですよ。このお店は私が店頭に立つ方がいいんです。赤字をあれだけ生み出しておいて、よくそのようなセリフが言えるものだな。しかし店のことを誠に考えるのであれば、貧乏店主には本格的に店番から外れてもらって。ののわー、何事だ鎧娘よ。ラメなんだか随分と興奮してらっしゃるような。あ、これは私が仕入れた。このポーションを飲んだのか。元気が出る代わり自分を罵る幻聴が24時間続くポーションってなんだこれは。そんな風に言われても
に感じてなど。恥辱にまみれた美味な感情ではあるが、これでは見せ場にならないではないか。舐めないでもらおうか。これでも私はクルセイダー、幻聴ごときに屈したりはしな。こんな罵りを聞きながら見せ場だと、まったくどんなご褒美だ。チェンジ。また幻聴か。幻聴ではない、ポンコツ天使よ。はい。この鎧娘を家に返して店頭に立つがいい。バニルさん、ようやく私の実力を認めてくれるんですか。ああ、何時の方が幾分かマシなことはよくわかった。無駄にレベルが高いせいでポンコツ天使の行動は見通せないからな。変なことを任せても余計な被害が広がるだけか。ありがとうございます、バニルさん。きっとそう言ってくださると思ってました。そしてさらに認めてもらうためにこんなものを用意してみたんですが。なんだこれは。ダクネスさんが飲んだポーションと真逆の効果があるものです。元気がなくなる代わりに3時の幻聴が聞こえるという。いやわ、余計なものをしやよって。待ってください、バニルさん、その構えは。何時が懲りるまで何度でもやってやろう、バニル式殺人光線。このさ、はあ、悲しい。辛いもんだな、会いたいのに会えないなんて。まさかこんなことが起きるなんてね。ほんと想定外だよ。へっ、明日はもうおテント様を拝めないかもしれねえな。なんだ皆の者、一体どうしたというのだ。ああ、キャベツロスになっているんだ。キャベツロス。毎年この季節にキャベツの大収穫が行われるだろう。しかし今年はそのキャベツたちが来ないらしい。気候の問題に加えて今年のキャベツたちは方向音痴の個体が多く、全部まとめて見当違いの方向へ飛んでいったようだ。なるほど、随分と間抜けなキャベツがいたものだ。それで皆がキャベツロスになっていると。ああ、キャベツロスに陥った者たちはそれはもうキャベツを使った料理が食べたくて仕方がないのだとか。キャベツ炒め、キャベツサラダ、ロールキャベツ、とんかつにもキャベツの千切りが欲しいよね。はあ、シャキシャキとした食感が恋しい。思ったより深刻そうだな。ご近所のマダムに元気がなかったのもそのせいか。仕方ない、このバニルさんが一肌脱いでやろう。一肌脱ぐとは？我が輩を誰だと思っている。魔王より強いかもしれないバニルさんだぞ。キャベツ。すいません、サンタのください。こちらゴタマだ、早く食わせてくれ。ヘイ、毎度。バニルさん、これはどういうことですか？へいらっしゃい。って客ではなく何時たちか。キャベツをこんなに大量に、どうやって仕入れたんだ？難しいことではない。我が輩の力で道に迷ったキャベツを見つけ出しただけのこと。住民が無気力なままでは悪感情も楽しめないものでな。それに見ろ、飛ぶように売れていくぞ。もう私が気にしてるのはそういうことではありません。表の看板は何ですか？ミズ魔道具店の看板を下げてバニル製菓店って、正気ですか、バニルさん？正気だ、商売はうまくいっているし問題ないではないか。問題終わりだ。ご
カフェのお客様が減ったと思ったらこんなことに。売りであるサムイ堂の野菜の魅力が半減よ。営業妨害だわ。それは確かに困るな。カフェの経営不振は俺の生活にも関わるぞ。バニルさん、説明してください。バニル実に美味な感情だ。バニルさん、笑ってないでちゃんと答えて。案ずるな、獣耳娘よ。もとより店内にある野菜が売り切れたら店は畳むつもりだ。え、そうなの。ああ、生活が破綻して幼き獣耳娘がお腹を空かせることもない。安心しろ。それにこれは元を正せばポンコツ店主の責任でもある。私の責任？そうだ。我が輩がキャベツを仕入れたのは妙な商品ばかり仕入れて作った赤字を補填するため。補填が済めば店の看板は元に戻そう。その後は再び魔道具店の店番に精を出すがいい。そうだったんですね。ありがとうございます、バニルさん。私、今まで以上の目利きになれるよう頑張りますね。そこは期待しておらん。とりあえずこのキャベツを売るのを手伝ってもらおうか。ついでだ、そこの獣耳娘たちも手伝え。早く完売させて店を閉めてほしいのだろう。それに報酬も弾もう。喜んで。はらっしゃい。バニル青果店はキャベツが大安売りだ。らっしゃいらっしゃい。悪感情ももらって赤字も清算して皆を手足のように扱う。バニルのやつ本当にやり手だな。この巣は売り上げも頭打ち、季節の商品も伸び悩み。さてどうしたものか。バニルさん、ポンコツ店主の作った赤字の補填ばかりでは経営も破綻する。何か起死回生のヒット商品でも作らねば。バニルさん？ん？コーマの娘か。このポーションをください。えい、毎度。時に娘よ、一つ聞いてもいいか。どのような新商品があれば便利だと思う？便利な新商品？パッとは思いつかないですね。他のみんなにも聞いた方がいいと思いますけど。そうだな、ぼっちの汝に聞いた方が間違いか。ぼっちじゃないから。フニフラさんとかドドンコさんとか、里には友達がたくさんいるもの。友達、そういえば聞いたことがある。人間の間のヒット商品は若い女性の口コミから生まれると。よし、それであれば何時の友達をすぐに集めろ。え、どうして？決まっているであろう。リサーチのために話を聞くのだ。それになかなか声をかけられない汝のことだ。頼まれたという大義名分があれば声をかけるきっかけになるのではないか。確かに。集まり次第やるとしようか。女子首脳会談をな。みんなお願い。ねえ、みんなは好きな人いるの？何ですか？喧嘩を売っているのですか？喧嘩とは何だ。せっかく何でも話せる和やかなムードを作ってやっているというのに。言われた通り集めてきましたけど、これで大丈夫ですか？友達が少ない割にご苦労であった、ぼっち娘よ。ぼっちじゃないですから。そもそも女冒険者は集合なんてどういう風の吹き回し？なーに気にするな。最近のナンジュラの話を聞いてみたかっただけだ。最近ですか？私は一人ジェスチャーゲームとか一人トランプとか。そっちのコーマの娘はどうだ？無視。
最近の私は一味違いますよ。威力向上スキルを習得して爆裂度をさらに邁進。相変わらずだね。でもそれは私もかも。ダストに貸したお金は返ってこないし、クエストに行ったら私ばかり働かされるし。苦労してるようだな。ストレスも溜まりそうだ。そりゃそうよ。だから野菜や果物を積極的に摂るようにしてるの。もともと鉱物っていうのはあるんだけどね。体の内側からデトックスしないと。冒険者は体が資本だもの。なるほど。確かに野菜を食べると次の日の爆裂魔法のキレが違う気がします。野菜か。だが生野菜は保存には向かないからな。でも一人だといつも同じものばかり注文するから食べる野菜も偏ってきちゃうわよね。食べる野菜、偏り、保存。そうか、よくやったぼっち娘よ。今ので我が輩思いついたぞ。だからぼっちじゃないですから。売れる、これは売れるぞ。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。あら、あれはパニルさん。実演販売かしら。野菜は健康にいいのはわかるけど、一人だと食べられる野菜の種類にも限りがあって、ああもうどうしよう。そんな風に思っているものは多いのではなかろうか。わかるわ。それに野菜ってちょっとお高いものね。そこで我が輩がおすすめする商品がこちら、パンパカパーン、ぼっち飯野菜チップス。20種類の野菜をチップスにしたことにより保存性も抜群。ぼっち飯だろうと様々な野菜を摂取することができる。20種類すごいわ。クエストに持っていけば非常食としても大活躍。安くて味も抜群。これよりお一人様10個までの超特価。うちは10個もらうわ。娘がウィザードをやってるの。私も、あの肌の調子が悪いんだけど、それも改善するかしら。もちろんである。買うわ、こっちも10個よ、お願い。ヘイマイダリー。まさかあのバニルがここまで商売の道を極めるとは思いもしませんでしたが、大ヒットですね。話を聞かせてもらった報酬代わりにたくさんもらったしね。今度のクエストに持っていこうかしら。でもぼっち飯ってネーミングどうかと思うの。らっしゃいらっしゃい、安いよ、うまいよ。このそば、いかんいかん、回覧板を届けるだけなのに話し込んでしまった。ご近所付き合いも程度考えねば。おや、はあ、またやられたわ。何をやられたというのだご婦人、随分とお困りの様子だが。あら、バーニルさん、ちょっと聞いてよ。最近ネズミがゴミ捨て場を荒らしてるみたいでね。この辺の人たちみんな迷惑してるのよ。でもネズミ退治を冒険者に頼むわけにもいかないし。ふん、確かに放ってはおけぬな。我が輩が何とかしよう。ネズミスレイヤーのバニルさんである。ということで何時らも手伝うのだ。どうせ暇を持て余していたのであろう。勝手に決めつけないでください。予定がないとかそんなことは。友達いないこいつはともかく、なんで俺まで呼ばれんだよ。そんなストレートに言わなくても。俺は暇じゃないし、ただ働きしない主義だからな。見返りのない仕事なんてやらねえぞ。見返りか。何時に足りない、人としての好感度を上げる絶好の機会だと思うが、それでは不満か。当たり前だろ。こっちとら好感度なんて捨ててチンピラやってんだよ。随分潔いな。しかし
好感度を稼ぐというのも悪いものではない。例えば汝が行きつけている例の店、この裏路地はそこともつながっているのだ。ここで役に立てば城からの好感度は上がり、サービス券の1枚や2枚。俺一人で十分だ、下がってな。あのバニルさん、私も好感度を上げて、その誰かと友達になれたりとか。もちろん友人もできるぞ。ことあるごとに盛大なパーティー、休日は河原でバーベキュー。ここは私に任せてください。いいぞ、その意気である。ではやる気も出たところでネズミ退治と行こうではないか。まあすでにネズミたちに囲まれているわけであるが、よかったな、探す手間が省けたぞ。よくはねえが、いくら囲まれたって小さいネズミだろ。そんな大したこと。キューキュー、でっか、しかも相当な数いやがる。おい、こんなの聞いてねえぞ。聞いてないも何も、れっきとしたネズミだが、少々巨大な図体ではあるがな。バニラさん、いつの間にあんなに遠くに。ひどい、自分は眺めてる気だわ。ギューいやー、気持ち悪い。来ないで。いて、腕噛むじゃねえ。汚ねえし近寄んな。こんな狭いところじゃ魔法使えない。バニルさん、助けてなかなかに微妙な悪感情だ。おい、高笑いしてないで何とかしやがれ。このまま放っておくのも一興だが、仕方あるまい。では、キューキュー、た、助かった。そこら中に歯型が。二人ともおとり役ご苦労であった。やはりネズミは餌があれば簡単に釣れるのだな。俺たちはチーズじゃねえ。旦那、こんなことしてたらいつか嫌われるぞ。我が輩としてはそれでも構わないが、世間というものがそうはさせないのでな。どういうことですか？明日になればわかるはずだ。というわけで今日はこれにて解散。ネズミを退治してくれたみたいじゃない。やっぱり任せてよかったわ。いやいや、我が輩は特に何も。主婦の味方よね、バニルさんは。ネズミもカラスもちょちょいのちょいね。バニル様、ネズミ退治でお疲れでしょう。お弁当は作ってきたのですが。なあ、一応受け取っておこう。旦那、なんであんなに人気なんだ？そんなの私が知りたいですよ。納得いかねえ。自分だけ好感度上げやがってご近所の株が上がり、さらにはこの悪感情、実に美味である。このそば